bother him. オケアノスの住処へ移動して待機。文献によると、海中にいるオケアノスは一定間隔で海上に姿を現すようじゃ。わしらはこの愛を見て、海上に現れた奴に総攻撃を始める。ある程度傷を負ったら、奴は住処へ退散していくはずじゃ。そして住処に戻ってきた奴を、俺たちで仕留めるというわけか。 作戦といっても、確かに単純なもんだな。リコッタも頑張る。オキアヌスは陸に上がれないとはいえ、何が起こるか分かりません。決して油断をしないでください。そうですね。皆さんに危険が及ばなければいいのですが。多少の危険は覚悟の上だ。 これまでしんどい役目はお前たちに任せきりだったからな。せめてこれくらいのことは務めさせてください。おいおい、リヒト先生、足が子羊のように震えてるぜ。これは武者震いです。<笑>あの、鳥は頼んだわよ。 あなたなら大丈夫だと思うけど。無事。よし、それじゃあ、そろそろ始めるとしようぜ。アドル、ここはやっぱりお前さんが号令をかけてくれや。閉ざされたこの海を解放するぞ。 アドルたちが住処に到着している頃じゃな。ええ、そのはずです。
次に奴が浮上した時が決戦開始の合図ってことだ。みんな準備はいいか？よし、攻撃開始じゃ！中に潜ったんだ。傷ついて数回逃げ帰るんだ。これでいい。あだ、あとは頼んだぞ。おい、見ろ。囲まれてますよ。やれやれ、そう簡単に楽はさせてくれんか。古代史とも撃破する。みんな武器を持ってくれ。この気配、アドルに来るぞ。待たせるのは感心しないな。これが長年にわたって多くの船を沈めてきた犯人。こうして全身を見るのは初めてですが、思っていだが今回ばかりはおじけづいてもいられねえ。島から脱出するにはこいつを何とかするしかないしな。海の男としてロンバルティアの仇。アドルさん、追い詰めたけど水中ではまだまだ向こうが優位のはず。周囲の水流をうまく使って戦おう。Thank you.
に一筋縄ではいかないか。だがわしらの希望はこの先にしかない。ええ、参りましょう。私たちも全力を持って。気合を入れないと。まだまだいける。
なんとか立て直さないと。まだまだいける。
どうした？うん、このまま寝ようとしてもなんだか眠れない気がして。そのおめでとう。よかったね、島を出られることになって。聞いてくれ、その後どうしたらいいか。私は
なぜ私はこの時代にこうして生きているのか。その後、エタニア王国はどうなっちゃったのか。それを知らないまま、ここを去るわけにはいかないよ。ごめんね、いろいろと気を使わせちゃって。お二人さん、こんなとこで何やってんだ。日の光が、なんだろう、お日様の中に。わかりました。王国上空に障壁を展開できるよう手配します。早急に国中の理術師たちを王都に招集して協議いたしましょう。サライ女王、オルガさん、あの山火事の一件を思い出しませんか。思えばいつもこうして3人で困難を乗り越えてきましたね。今回もきっとうまくいくはずです。何よりも私とダーナさんが何も決めずに座したままというわけには参りません。わかりました。それにしても毎度ながら大それたことばかり
よくも次々と思いつくものだ。さあ、ことは一刻を争います。大使の寺院も協力してください。まずは市民たちを避難させるためにあらゆる手段を尽くしましょう。サラちゃん、来たよ。いよいよですね。予定通り障壁を展開してください。了解しました。各柱の技術士たちに通達して障壁の展開を開始しろ。北部の救援に向かわれる。二人、来い。はっ。気をしっかり持つんじゃ。見えないし聞こえない。何が起きたのかな。何かいるみたいだけど。このくらい。絶対よし。
当たらない。霧のせいだけじゃないね。どうなっているの。星々により落ちてしまいました。そして引き裂かれるようなこの地脈の乱れ、もはや手遅れかもしれません。世界はこのまま。そんなことない。きっとまだ間に合う。できることはあるはずだよ。あなたは。え？いえ、失礼しました。私の名はアスティオス、光の精霊アスティオスと申します。私も終末の到来を望んではおりません。どうかこれを。
今のは一体見たことのない粒子だったけど。ダーナ？ダーナ、そこにいるのか？この声は霧が。ヒモロギが王宮を。だが王都があの様子ではもう一度でも星が落ちれば。止まった。うん、そうみたい。でもこの光景は。始まったようだな。大いなる選択と淘汰の時代が。あなたはダーナイクルシア、王都の西にある禁忌の地。お、貴様何者だ。ヤブカラ棒に一体何を。そこに巫女にも知らされていない大樹の真実が眠っている。おい、アドル。見たか。今のはダーナの。まさか。おお、まるで水晶石の時と同じようにな。だが、なんだって今この場所で。
だ。ダーナさんが姿を消しました。ありがとう、アドルさん。Ha ha!